卒業式とは、全教育課程の修了を認定し、そのお祝いをする式典です。3月下旬に行われることが多いです。それに対して入学式は、学校に入学することを許可し、そのお祝いをする式典です。4月上旬に行われます。卒業式も入学式も、小学校から大学、専門学校などで行われる学校行事です。全国の卒業式でも入学式でも共通して歌われる曲は何でしょうか。正解はこのビデオの最後に紹介します。卒業式は正式には卒業証書授与式と言います。小、中、高校、専門学校では卒業証書が授与されます。大学、大学院では学域が授与されますが、一般的には卒業式と呼ばれます。入学式では新入生が一人ずつ名前を呼ばれ、返事をすることが多いです。卒業式も入学式も体育館のような広い場所で行われ、校長や保護者、また卒業生の代表、新入生の代表が壇上に上がって挨拶をします。卒業式は公的な儀式、ですからスーツや制服を着て出席します。特に女子大生の着物や袴を着用した姿は、風物詩となっているので、ニュースや新聞などで取り上げられます。式典の中心は、校長から卒業証書や学域を授与することですが、全員が壇上にて受け取る学校もあれば、代表者のみが受け取るところもあります。学校生活を振り返って、涙を流す卒業生もいます。入学式は毎年、桜の花が咲く頃に行われます。新入生は真新しい制服や礼服に身を包み、式に参加します。小学校から高校までは、一般的に担任の教師が新入生の名前を呼び、校長から激励の挨拶を受けます。また、新入生代表者が新生活を始めるにあたっての誓いを述べます。クラスごとに記念撮影を行う学校が多いです。卒業式でよく歌われる蛍の光。原曲はスコットランド民謡ですが、知らずに愛唱する人も多いです。また、歌詞には中国の漢詩の一部が使われていることも意外に知られていません。さて、ここでクイズの答えです。正解は、日本の国歌である君が代です。小学校から高校までは、教育課程の基準をまとめた学習指導要領によって、式典の中で歌うように決められています。また、校歌も歌われます。ただし校歌は卒業式には全員で歌うのですが、入学式では校歌を知らない新入生のために在校生や先生方が歌います。いかがでしたか？初めて知ったことはありましたか？皆さんの国の卒業式や入学式はどのように行われますか？何か面白い習慣はありますか？ぜひ、JapanesePod101.com のコメント欄で教えてくださいね。それではまた。